DJX様のXだ。そうだ、いいぞ。よし、次は大きいXだ。両手を広げろ。さあ、お前ら。面白いじゃないか、いいぞ。さあ、お前ら、これから DJX様のパーティーが始まる。だがその前にお前らには少し注意しておきたいことがあるんだ。いいか、しっかり聞いてろ。まず、お前らの足元にある足跡マークってやつだよ。見てみろ、あるだろ。 そこからは絶対に足を踏み外すんじゃねえ。いいか、ジャンプをするときもその場で飛べ。わかったか。あ、そうだ、いいぞ。次、マスクは取るな。声も出すな。いいか、お前らが声を出しちまうと DJX 様の音楽のエネルギーが下がっちまうんだよ。それはいけねえな。いいか、お前らには DJX 様の音楽を心の底から楽しんでほしい。 拍手や手拍子、ジャンプで心の声を聞かせてくれ。いいか、分かったやつは手を挙げろ。もう一度言う、分かったやつは手を挙げろ。いいぞ。お、どうやらパーティーの準備が整ったようだな。楽しみに待ってろ。 お前たちを支配し動かしているんだ。
記憶自分の胸の中を見てみろ。あるんじゃない欲、見ない世にしてきた欲望が黒く渦巻く欲望が。お前が信じられるのは心の奥底にある悪、そして欲だ。今こそ己を解き放つのだ。
音で奏でるリズム、心遠くなってきただろう。
中にあるそのエネルギー、恐怖と歓喜、表裏一体、偽りの笑顔の裏にある憎しみ、妬み、その意味、悪の感情は全て喜びに変わる日が来るのだ。味わい尽くすのだ。己の中にある悪という毒を。